今回はオールドンマイちゃんのゴーラルリリース RTA 再装に対するレイブンの反応を紹介します。アーマードコア6のネタバレを含みますので視聴に際してご注意ください。それではどうぞ。オルマーネキ概念好き。ボブカットで定着した理由の1割くらいあると思う。おまちゃんのガバ RTA 奏者っぽさ。ガバオーラ。コーラル解放 RTA 始めるよ。はい、用意スタート。入力時間を考慮して名前はケイトにします。ケツにしちゃった。まあいいか。開幕は独立傭兵レイブンにコーラル情報流出の依頼を出します。普通は受けてくれないけど、提示された依頼は全部受けるレイブンなら平気平気。お前はできるやつだよ。ウォッチポイントにスタを派遣。この時パルスを持っていくよう促しましょう。強敵バルテウス対策です。ここでスッタが変異波形につながった上で受け入れてくれることを祈ります。はあ、スッタ死んだ。チャプター2が開始となりましたが、スッタが死んだのでチャートが機能していません。こいつのチャートいつも失敗してんな。はい、ゲーム開始。まず手駒で一番強いスッタにボス対策装備を与え、必須要素を回収に向かわせます。スッタの反応が消えて、あれ誰こいつ。してるところからスタートしてるので、最重要要素横取りしたやつが全面協力してくれない限り何もできない。だからスッタにゴーストを同行させる必要があったんですね。最善を尽くすならスッタに護衛つけろよ。つけた、負けた。マジで？いや、マジでなんでスッタ死ぬの？いや、ちょっと落ち着きましょう。なんかレイブンレベル高くないですか？どこで経験値稼いできたの君。一か八かですが勧誘してみましょう。通りました。ここでオリチャー発動。スッタの代わりにレイブンを計画の核として進行します。スッタがやられましたが、この先すべてノーミスならお釣りが来るので続行します。ここから挽回できるリカバーがあるんですか？ガバチャーからのオリチャー発動で再装とか完全に一致すぎる。おまちゃんなんか全体的にプレイヤーのイメージがゆっくり生首で固定化され始めた空気がするんだけど、お前これでいいのか？なぜかわかりませんが、621がリリース計画に乗っかってくれました。これは自己ベストありますよ。よしよしよし、621できるやつだ。お前はオーバーシアーに嫌がらせをしつつ、最悪のケースを想定してレイブンの戦闘データも取っておきましょう。ラットにいるタイミングでゴーストを奇襲させてと。イグアスとかイウコッパも混じっていますが、ママええやろ。ここがバー。ここでゴースト出さなければ。オリチャー発動。カーラのところにゴーストを派遣。神の一手がすぎる。さて、次はコーラルの輸送を阻止しないとですね。現在の装備ではヘリを4機しか落とせません。だからレイブンを仲間にする必要があったんですね。それ捨てろ。ここはたまに621がヘリを打ち漏らします。はあ、つっかえ。動くと当たらないだろう。ヘリ撃って、ヘリ撃って。ペッカマちゃんがか。はあ、退屈しないミッションでしたね。頑張りまくってるのに621の行動だけ奇跡的に成功するのでなんとかなった。だから621の好感度を稼いでおく必要があったんですね。だからエンブレムを渡す必要があったんですね。いらない。計画通りアーキバスがコーラルの源泉に到達したので、レイブンはもう用済みです。強すぎて怖いので永遠に眠ってもらいましょう。レイブンを取り込み眠らせました。もう敵はいません。コーラルリリースの時レイブンとエアがいると彼らの意識がリリースされる可能性が高くなります。だからここで眠らせる必要があったんですね。ここでレイブンを確保。ウォルターとカーラは始末できませんでしたが、誤差だよ誤差。オーバーシアーのメンバーが乗った状態でザイレムを浮上させてしまいましたが問題ありません。オーバーシアーが襲ってきましたが、このために稼いでおいたゴーストがたんまりとあるので問題ありません。ゴースト555ベスパーコピー555。ああ。いつもの。はいはい、ハッキングハッキング。ここでオリチャー発動。ハッキングに対抗するため621を起こします。ハンドラーはこちらで処理します。621にハッキングバトルを任せ、こちらが暴力で制圧しに行きます。なんでハッキングをプレイヤーがする必要があるんですか？ふんぬ。ハッキングなんとかして
ハッキングなんとかしてヘッカマちゃんが621をチャートに組み込んだ場合、やつを倒さないといけませんがママエやろ。最後の最後で罪ポイントが生まれますが、ここでイブアスを取り込み対抗しようと思います。621なんて必要ねえんだよ。ウォルターとカーラを制圧したので、これはもう勝利確定でしょう。あとは621との最終決戦が待っていますが、さすがにこれだけの戦力が揃っていて負けるようなやつにコーラルリリース RTA を走る資格はないでしょう。最強ユニットの621ですが、さすがに数の暴力にはかなわないでしょう。裏切って気持ちよくエンディングを迎えることにします。イグアス君の20倍強い621に対して、デッドコピー AC4 機とガンマと SOL イグアス君カスタムとクモに耐っていうクソ微妙戦力でなんで勝てると思ったのか私には理解に苦しむねえ。ペチペチ、この辺の敵621、いやイグアス。最後のレイブン戦ですが、普通に戦えば戦闘経験の少ない私は負けてしまいます。だからレイブンと幾度となく戦ってきたイグアスが必要だったんですね。あ、なんで、なんで、なんで、倒せてないじゃん。機体調整も確認したし、今だって倒せてないじゃん。この傭兵、性能までいかれてるんじゃないだろうな。まさかメガトニグアス、てめえらまとめて消えろー。フーザーケールーな。はあ、うわー、コーラルブラックホールが綺麗だ。完走できましたか？コーラルリリースは実行できたのでよしとします。完走した感想ですが、エアと621は人間のクズ、はっきりわかんだね。見ろ621、ルートが自回していく破綻したチャートの妥当な末路だ。チャートをちゃんと作れてないのに姉貴を名乗るのおこがましくない？は？チャートは完璧だっただろ。長寿版で特大のガバをやっただけで。つまりここからノーミスでお釣りが来ます。チャート自体は作ってた。ガバに対するリカバリーがなかったからアドリブで全部なんとかした。ラストで指導に奇襲されて死んだ。完全に再送案件のガバからリカバリーの速さでリリースまでこぎつけてるから、走者としての実力はあるんだよな。チャート進行のすべてを強化人間 C4621 レイブンに託してるレベルなんですが、大丈夫なんですかね？大丈夫でした。なんで大丈夫なんだろう。初代管理者の時点でそういやガバチャーだったわ。どのシリーズもイレギュラーがおかしいだけだろ。いい加減にしろ。むしろイレギュラーも考慮して走れって方がイカれてるって、それ一番言われてるから。スッタは死んじゃうし、オキーフは消極的だし、無人機は露獲されちゃうし、ヘリは4機も打ち漏らされちゃうし、ケイトも頑張ってるし、私いじけちゃうし。オールマインドちゃんの人望がゴミすぎるのが全部悪い。スッタは協力しない。オキーフは協力をやめてしまう。イグアスはあの始末。621しかちゃんと協力してくれない。621は協力してくれましたか？むしろ協力してたのに裏切ったのがオマちゃんだ。ルルを計画への影響がでかすぎ、消さなきゃと。レイブン助けてを交互に行ったり来たりするんじゃない。依頼出せば受けるから、信じて依頼出し続ければ協力し続けてくれたよ。勝手に裏切ったから潰された。なんで計画のこと全く話してないのに従ってくれるんだろう。むしろ本来チャプター1で頓挫してるレベルだから、なんかレイブンがホイホイ言うこと聞いてくれる。なんでサイは投げられたルートは超合運チャート。スッタ死んでからオリチャーで621使うことにしたけど、最終的に621が邪魔になりそうだから倒します。したらメガトンイグアスされて感想絶望的になったけど、九段の621がリリースしてくれて無事っていうビーム兄貴並みの合運。コーラルリリース RTA とするなら一応感想はしてるのか。チャートをコーラル波形に乗っ取られましたが、コーラルリリース自体は成功したので完走した感想ですが。再走しろ再走しろ再走して、俺たちがプレイし続ける限りオールマインドもまた走り続けるのだ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。